ビラール・ペロサ M1915 は1915年にイタリアで開発された小型機関銃である。正式名称はフィアットモッド1915。オフィチーネ・ビラール・ペロサ社により製造された。拳銃弾を用いる自動火器としては初期のもので航空機関銃として設計されたものの、実際には地上専用の軽機関銃として運用された。 また、イタリアにおける短期関銃開発の発端となった。ビラールペロサ M1915 は航空機への搭載を前提とした小型機関銃である。第一次世界大戦期のイタリアでは、レベリ M1914 機関銃やルイス系機関銃などが航空機関銃として採用されていたが、M1915 はこれらよりも軽量な機関銃として開発された。 拳銃弾を使用することから短期間銃と呼ばれることもあるが、運用方法は従来の機関銃に近いものであった。その後、威力不足などの問題が露呈したため、航空機関銃としてはほとんど使用されず、地上専用の軽機関銃に転用された。イタリアにおける小型軽量機関銃の開発は、第一次世界大戦以前から進められていた。 海戦に先立つ1914年4月8日には、イタリア軍の銃器技師、アビエルベテル・レベリディ・ボーモン少佐が、M1915 の直接の原型となる、拳銃弾を使用する、新型自動火器に関する特許を取得している。この際、レベリが特許権を、オベップ社に与えたことから、この機関銃は、ビラール・ペロサと、通称されるようになった。 その翌年の1915年には試作品が完成し、間もなく、フィアットモッド1915の正式名称が与えられ生産されるようになった。製造は、オベップ社に加え、トロントのカナダゼネラルエレクトリックでも行われた。全体的に小さく10本体を横に2丁並べその間に、 トリガーと二脚を装着させたような形状で、断層も25発入り箱型断層を上から垂直に装填する方式を採用している。シンプル、グローバック方式を採用していた。オープンボルトから撃発サイクルがスタートし、フルオート発射のみが可能であり、その最大射程は約800メートルで有効射程は約100メートルだった。一般的に主要弾は、 イタリアの正式券10であった 9mm グリーセンティ弾と言われているが、カナダゼネラルエレクトリックで作成された、英語版マニュアルでは 9mm ルガーダンともされている。2脚や3脚、あるいは車両用、自転車用のものなど、各種のマウントが設計された。これらを取り付けるために紹介量が加えられた、モデルとして M1916、M1917 がある。 元々は航空機関銃としての配備を想定して設計が行われていたが、航空技術の発展に伴う航空機強度の増加を受け、相対的な威力不足から航空機関銃には適さないと判断された。そのため、航空機や装甲車両、海軍船舶等への搭載はごく一部に止まり、大部分の M1915 は支援用の軽機関銃に転用されることとなった。 しかし、地上では、航空機関銃としての特徴が問題となった。すなわち、地上運用に適した重傷や、グリップなどを備えなかったこと、そして約3000発、フンという、あまりにも高い発射速度の2点である。連装銃であるため、片側ずつ射撃を行えば、重心を加熱させることはなかったものの、25連発の箱型弾装は1秒足らずで空になった。 様々な運用法が模索されたものの、射程不足、相談数不足、高すぎる、発射速度といった点から、不評支援用軽機関銃としての運用は、失敗に終わった。一方、山岳不評においては、ハーネス等で吊るし、突撃射撃に用いるという運用方法が考案され、一定の成功を収めたという。こうした M1915 の運用方法の模索が、 イタリアにおける本格的な短期間銃の研究の発端となったと言われている。1918年には炭素化した上で木製銃傷を装着したものがオベップ社で設計されビア・ペロサ・モット1918として採用された。この銃もまた単にオフィチーネ・ビア・ペロサと通称された。ベレッタ社でも M1915 を炭素化して木製銃傷と 折りたたみ式のスパイク型銃剣を装着したベレッタ M1918 を発表している。M1915 の大部分は解体の後に、これらの短期間銃へと回収された。ありがとうございます。